皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。はい、本日は流星群の情報をお届けします。1年の最後を締めくくる天文現象、双子座流星群の時期がやってまいりました。この双子座流星群はですね、毎年多くの流星が観察できる、まあ私がよく言う言葉で外さない流星群のうちの一つなんですね。双子座流星群で実は8年に1度の周期で結構な量が流れるっていう、そういう周期の流星群なんですよ。で、この2023年12月、これがですね、なんとその8年目に当たるんですね。大変期待していいと思います。今日はその双子座流星群の情報をお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初に簡潔にまとまった情報を。双子座流星群、今年はですね、12月の14日から15日にかけてが極大日と、15日の朝4時ぐらいが極大時刻になるんですって。極大時刻っていうのが、たくさんの流星が一番よく流れますよっていう時間帯のことなんですけど、一応前後13、それから15の夜も多くの流星が観測できるでしょうっていうことで、じゃあ予報が出います。流星群、流れ星ですよね。っていうのはですね、明るい月明かりがあるとあまりよく見えないですね。月の光が強すぎて、その月の光で弱い星の光、流星の光っていうのはかき消されてしまうと。月明かりがない、日っていうのが非常に流星群の観測に適しているんですけども、暦を見てみましょうか。はい、こちら天文宇宙検定カレンダーというですね、私が毎年写真を使っていただいているカレンダーなんですね。はい、月齢情報がここに書いてあります。あ、この写真ちなみに私の写真なんですけどね、これ去年撮影したものなんですけど、2024年の月齢カレンダーも一応もう販売されているので概要欄に貼っときますので、もしよろしければおぼちりください。で、この月齢のここのところですね、暦のところを見てみましょう。はい、そうすると14日、あ、ここも書いてますね、双子座流星群が極大一晩中見られると。で、この14日から15日まで、極大日ですよという話なんですけど、問題の月明かりなんですが、13日が新月、一晩中月が昇ってこないっていう日になりますので、この時期はもう太陽が沈むのが、夜が始まるのが早いですから、まあ、月齢的には最良の条件ですよね。で、そして8年に1回のそのフィーバーする流星が観察できるっていうことで、まあこれはこれ以上の条件はなかなかないっていうことになります。流星群ってですね、極大日だけ流れてその前後の日は全く見れなかったりする流星群の時もありますし、1週間ぐらい前からダラダラ見え始めて、極大日を過ぎてもダラダラ見えてるっていう場合もあります。今回はですね、この14日15日が一応その極大日でベスト、この間がベストですよって言われてるんですけど、これ平日じゃないですか。まあこの平日っていうのが今回の流星群の一番のネックかなと思うんですけど、13、14、15って楽しめるんですって。で、15日は金曜日だから、金曜の夜だったらギリギリ流星群楽しめる方も多いんじゃないかなと思いますんで、ここはね、ぜひ撮影とか観察に行っていただきたいなというふうに思うんですね。で、大体ですね、2週間ぐらい前かな、極大日の2週間ぐらい前になると、国立天文台さんが情報を出すんですよ。今って流星群の時期になると、もう各メディアがこぞって取り上げて盛り上がるじゃないですか。そんなに大したことない流星群とかでも取り上げられて結構話題になるもんだから、一応ね、国立天文台さんがちゃんと報道機関の方っていう風に向けて資料を公表してるんですよ。いきなり問い合わせしてこないでグダグダ言う前に、ちゃんと自分で調べてから分かんないこと聞いてくださいねみたいなね、多分そういう感じの資料だと思うんですけど、そのページを見る限りですね、すごいこと書いてあるんですよ。空の暗い場所で観察した場合、14日21時頃にはすでに1時間あたりの流星数が30個を超えそうですと。1時間30個結構多いですよ。放射点が高い空に達する15日の0時から3時においてはさらに多くなり、もう1時間の流星数が30個を超えると、うん、暗い空で見える流星数は1時間あたり70個に達成する可能性があると予想されます。この予想流星数はここ数年のうちでは最も多く、絶好の観察条件と言えるでしょう。
また極大の前日にあたる12月13夜から14明け方は空の暗い場所で1時間に10個から20個程度、極大の翌日にあたる12月15日夜から16日明け方は同様に暗い空の場所で、1時間に15から20個程度の流星が見えると予想されますと。おー、結構いいですよね。でね、私去年一昨年と双子座流星群ライブ配信やってるんですけど、その時でもね結構そこそこ流れたんだよね。そんなにまあ当たり年ですよみたいな感じじゃなくて、そこそこいいですよぐらいの、まあ、条件だったんですけど、去年はね確かものすごい火球が流れて、流星痕っていうその流れ星が強い流れ星が流れた後に発生するこの煙みたいなのが、そういうのが出て、すごい盛り上がったんですよね。5、6、うわすごい、何、ちょっと待って、待って、これずっと流星群残ってない？何これ何これ、何これ。確かショートを私アップしたと思うので、ね、ショート動画の、URL 概要欄に貼っとくんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、気になるお天気なんですけども、まあ、直前になってみないとこれはわからないです。晴れる予報が出れば多分ね、各メディアが騒ぎ始めると思うんで、自然と視界に入ってくることがあると思うんですけども、実際私がいる場所が晴れるのかとか、私がこう見に行こうとしているところが晴れるのかっていうのは自分で調べなきゃいけないですね。過去にですね、天気予報のサイトの解説をしているものがありますので、こちらリンクを貼っときますね、こちらをぜひチェックしてみてください。ニュースですごい盛り上がってるから、まあ、本当は大したことない流星群なのに、まあ、ちょっと言葉悪いな、あまり流れない、流星群なのに、メディアが盛り上がるから 見に行ってみたら、あまり見れなかったみたいな体験してる方結構多いんじゃないかと思うんですけど、今回はね行っていいと思います。はい、でまず観察する人、はい、できればですね空の暗い場所ですね、街灯の少ないところに行くのがおすすめです。都内とか街中だと、その河川敷とかいいかな。要は自分の周りにこう街灯がない状態っていうのがいいです。で、観察するときはまあ空を見ましょう。でさっきの国立天文台さんの情報の通りですね、21時頃からだいぶ増え始めますよっていう感じなんですけど、21時になると、双子座っていうのはだいぶ高い位置にいます。ね、目安としてはねオリオン座の左上にいるっていう風に考えてください。でその時間帯になるとね、もうだいぶ高いところにいるので、もうどこに流れてもねおかしくない、南、東、西、北、どこに流れてもおかしくないような状態になりますので、こうゴローンと寝転がって、特に双眼鏡とかそういうものは観察グッズは必要ないです、ゴローンと寝転がって、どこを見るともなくこう全体を見るっていうね、広めに視界を保ってですね、できれば友達とかねご家族とか一緒にですねこうワイワイ喋りながらこう喋っ、空を見上げて、あ流れた流れたみたいな風に楽しむといいんじゃないかなと思います。で冬ですからめちゃめちゃ防寒してってください。もうこれでもかってぐらい防寒してください。恥ずかしいぐらいもっこもこにしてってください。本当に寒いです。やっぱね10分15分だったらいいんですけど、1時間とか2時間とかやっぱね行っちゃうんですよ。星空を見るのって楽しいから。だからその時間を過ごすにはもっこもこにする必要があるので、もう手袋から足から帽子からインナーから上のダウンからジャケットからね、もう本当にもっこもこにしてってください。スキーウェアとかもうガンガン着てっていいですから、はい、そのぐらい、もこもこにして行って、なおかつ地面がこう濡れてる可能性がありますからね、レジャーシートとか引いたりとかして、石とかで背中が痛かったりしますから、ちょっとふかふかのやつとかね、銀マットみたいなやつがあるといいですよね。あとはなんかチェアとかね、アウトドア用のチェアとか使うといいんじゃないかなと思います。で車でちょっと遠出できる方はですね、星空の観察とかで有名な場所って今ネットで調べればいっぱい出てきますから、そういう時にそういうところに行ってですね、ご家族で楽しむと、まあ道路の凍結だけ注意してね行っていただければなという感じですかね。で撮影をしたいという方はですね、やっぱり星空の綺麗なところに行く必要があります。一応星空撮影地の探し方っていう動画を私アップしてますんで、こちらを見ていただければなと思うんですが、で実際に行ったらですね、撮影方法はまあほぼ連写になりますね。いつどこに流星が流れるかわからないので、インターバル撮影でもう
ずっと撮影をさせるっていうのが流星を撮影するポイントになります。でそのうちの1枚に映ってればいいやっていう感じですね。でも今回だと結構映るんじゃないの。うん、だからまあ電池バッテリーですね、 USB 給電をしたりとか、メモリーカードのもう十分なものを用意していって、で三脚の上に立ててですね、あとレンズの結露が問題になりますので、レンズヒーターは必須と言っていいと思います。必ず巻いてきて撮影に押するようにしててください。なるべくワイドな方がレンズはいいですけども、魚眼レンズとかね、遠周魚眼レンズとかで広く空を撮るっていうのがいいと思います。ただワイドになればなるほど映る流星の大きさって小さくなります。もちろんでかくて長いのが映れば最高なんですけども、広角になればなるほどそういう大きい流星が映らないとちょっとつまらないという状況になりますので、できればねカメラ複数台用意して違う焦点距離の、レンズをつけていろんなところに向けて撮影するっていう風にした方がいいと思います。で撮影中はねこう空を見上げて、結構頻繁に流れるポイントとかありますから、なんかこっちなんか3回目流れた気がするみたいな風に思ったらそっちに向けるとかね、そういうどこに流星が流れるかみたいな傾向がね一応あるので、撮影しながら空を見上げて実際にどこに撮影すればいいのかなみたいなのを決めていくといいんじゃないかなと。双子座流星群の場合は、さっきも言った通り放射点がすごく高くなるのでいろんなところに流れます。だから、特に、双子座を必ず視界に入れなきゃいけないとかそういうことはないです。まあセオリーとして入れていいと思うんですけどね、どこでも流れる可能性があるのでじっくりと空を見上げながら、撮影する方角を決めていくのがいいんじゃないかなと思いますね。で撮影したやつはですね、タイムラプスの動画にしたり、私動画作ってますから、タイムラプスの動画にしたりとか、赤道儀でこう追尾したりとかしてればね、流星雨っていう、表現方法がありまして、映った流星をこう1枚にねまとめて合成して、流星がたくさんこんなにたくさん映りましたよみたいな、流れましたよみたいなのを1枚の写真で表現するっていう、そういうテクニックがあるんですけど、そういう流星雨の写真を作ってもいいと思います。その流星雨の作り方っていうのも動画で私アップしますんで、こちらもぜひ見てみてください。あと動画で撮るっていうのもできるんですよね。ソニーのね α7S3 とか ZV-E1 とかも機種は限られてしまうんですけど、星空動画っていうのも撮れます。とにかく今年は当たりなので絶対に行こうぜっていう感じですね。今から有給取れる人は有給取ってもいいと思いますし、当日は私ライブ配信もやりたいと思っています。で最後に告知なんですけど、今年の双子座流星群私もライブ配信をやりたいと思います。一応13、14、15とやりたいなと思ってるんですが、14日がですね私ね日本旅行さんの撮影ツアーがあるんですね。長野県の菅平高原というところで撮影ツアーをやるんですけども、まだ枠若干あると思います。でもし興味のある方、これも概要欄にリンク貼っておきますから、ぜひ応募してみてください。一緒に星空楽しんでいただければなと思うんですけども、13、15は、12時前にやろうかな。で14日は12時過ぎてから極大時刻あたりで、ライブ配信しようかなと思ってますので、こちらもぜひお付き合いいただければ嬉しいですね。はい、ということで今日は以上になります。とにかく、今回の、流星群当たりだぜと、絶対行こうぜという動画になります。ちょっとね、ざっくりした情報だけで詳しい情報細かい情報はいろいろご紹介する時間はないんですけども、皆さんもぜひですね双子座流星群2023を楽しんで今年を総括していただければなと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。